スカースデール駅はアメリカ合衆国ニューヨーク州ウエストチェスター郡スカースデールにあるメトロノース鉄道の駅。メトロノース鉄道のハーレム線の駅である。この駅からニューヨーク州にあるグランドセントラル駅に行ける。ニューヨークハーレム鉄道が1840年代にスカースデールに路線を開設し、1846年にスカースデール駅が完成した。 現存する駅舎はニューヨークセントラル鉄道、ハドソンリバー鉄道により1904年に建築されたチューダーリバイバル様式のものである。1968年のニューヨークセントラル鉄道とペンシルバニア鉄道の合併によりペンセントラル鉄道の駅となった。1970年代には ペンセントラル鉄道の財政難が影響し、運行業務をメトロポリタントランスポーテーションオーソリティに引き渡すこととなった。そして、1983年にはメトロノース鉄道の駅となる。この駅は2000年からアメリカ合衆国国家、歴史登録財に指定され、2007年には駅舎の修繕事業が行われた。2面2線のホームを持つ、 地上駅である、公式サイト、ありがとうございます。